ですね、私とあちらの隊員の紹介はあったんですけれども、今走ってるですね、津久井警察署の白バイの酒井隊員はですね、かなりの腕の持ち主なので、スワロームすごくかっこよく走ると思いますので、その点そういったこともですね、頭に入れていただけるといいと思います。全国大会でもですね、入賞している隊員になっていまして、スワロームでもですね、トップタイム叩き出している隊員ですごく速いので、参考になるかと思いますので、乗車姿勢とか、走るラインだとか、ブレーキだとか、いろんなことを見てですね、少しでもですね、盗めるといいと思いますので、そういったことを参考にして見ていてください。お願いします。はい、特に女性さんとか黄色い線を送ってあげてください。喜ぶと思います。後方確認してスタートします。ちなみにですが、自分が一番かっこいいと思っている白バイ隊員です。本当です、本当です。言わないでください。しっかりですね、規制に従って走るようにしてください。これが1周目で、また2周目も見ていただきます。で、今日ですね、白いの方たくさんいらっしゃいますので、散らばって見て、誘導などしてもらいますので、リラックスして走るようにしてください。以上が